ヘロフィロスのレリーフヘロフィロスは古代ギリシアの医学者、小アジアのカルケドンの生まれ、エラシストラトスと共にアレクサンドリア医学校を創設したと考えられている。ヘロフィロスは人体解剖に基づいて理論を組み立てた最初の人物である。脳が神経系の中枢で知性のあり方ということを突き止めた。さらに神経系統にも特別の関心を払い、 神経を血管と運動神経を感覚神経と区別した。彼の解剖学的研究はそれ以外にも多岐に及ぶ。目、肝臓、水臓、消化管、同様に、唾気、生殖器、等。彼の著作は現在では何一つ残っていないが、ガレノスの著作やケルスス、医学論に多くの引用がされている。テルトリアノスが伝えるところによると、 ヘロフィロスは少なくとも600人の生きた囚人を人体実験の材料にしたという。古代の科学者たちの中でもヘロフィロスは科学的方法の階層の一人と考えられている。ヘロフィロスが医学に経験法を導入したのは経験に基づく知識の獲得が重要だと考えたからである。しかし、ガレノスは経験法は合理性を否定するものだとみなし、ヘロフィロスを批判した。 ヘロフィロスは多くの科学用語を草案したが、それらは現在でも解剖学上の現象を言い表す時に用いられている。ヘロフィロスは自然の名称を用いることに対し、研究の対象を記述する際に生み出した専門用語の概念を取り入れた最初の人物の一人でもある。脳の一部、静脈動公開は彼の名前に由来している。 ヘロフィロスという名前の人物がもう一人いる。こちらはガイウス・ユリウス・カイサルの時代の詐欺師でガイウス・マリウスの孫を語ったがカイサルによって追放された。ありがとうございます。